写真拡大。26日に西武第二球場で西武2軍と侍ジャパン社会人代表との練習試合が行われた。2対0で侍ジャパン社会人代表が2点リードして迎えた7回に降雨コールドゲームとなった。今年10月に開催される第29回 BFA アジア選手権に出場する侍ジャパン社会人代表。その最終選考も兼ねて24日から東京都内で国内合宿が行われていた。合宿最終日のこの日は西武のファームと練習試合を行った。社会人代表は先発の山田、西武ガスが緩急を使った投球で4回1安打と西武打線を圧倒。その後は5回から救援した岡野、東芝、藤井、JX エニオス、小島、きらやか銀行が無失点リレーでつないだ。打線は4回まで西武先発、南川の前に7三振と攻めあぐねていたが、5回に主将、佐藤、東芝の中堅への2塁打をきっかけに連打と相手の失策で2点を先制。社会人代表が2対0でリードして迎えた7回裏、西武の攻撃が終わったところで、突然のスコールに見舞われ、試合は降雨コールドゲームとなった。侍ジャパン社会人代表は28日からフランスで行われる2019フィブ投手打チャレンジへ派遣され、現地でフランス代表と試合を行うことになっている。安藤かなみ。